夜はくも字で喋ってます。始まりました、小刻みインディアンサネです。小刻みインディアンの森です。どうも皆さんこんばんは、ヒープーです。よろしくお願いします。お願いします。さあ早速今日はすごいですよ、うん、スペシャルゲストが来ています、うん、2018O1 グランプリチャンピオン潤と助の3人です。開催開催スタートだね、タイミングがねありますよね。いやありますということで O1 グランプリ2018チャンピオンやらせていただいております潤と助でございます。よろしくお願いします。はい、はい、お名前だけでも覚えてる、はい、なんか今の聞いてたら一人で入賞したわけだからいやそうじゃないでしょ、誰もそうは思ってないから。いや優勝しましたね。そうですね、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。もう3人3半年ぶりぐらいになりますか皆さん。それ以上ぐらいですよね。そうですね、夜ともは、はい、お呼びいただいたのはそのくらいになりますね、はい、いやおめでとうございます。いやようやくチャンピオンになって ね、まあ、こちらに来れたということでね、うん、まあ他局なんですけどねよかったな、こういうのあるんだな、ご本人さん。そうですね、うん、ありがたい、もう懐が広くてよかったです本当に、はい、もうヒープさん MC で見てましたけども。あ、そうですね、はい、そうですね、ありがとうございます。褒めてもらいたいんじゃないですか。いやー、はい、うん、2回ネタやったじゃないですか、はい、1本目見た時に、うん、あ、これはもしかしていくかもしれんなと、お、正直思ったり思わなかったり思わなかったりもあるんだ、うん、なるほどね、まあ、でも実は、うんうん、あのヒープーさんも含め、はい、この事務所の代表の行きつけのバーに、うん、まあ、この O1 グランプリ後にねあの飲みに連れて行ってもらいまして、その夜だよな。そうですね、 O1 の夜に、うん、でその時にもいろいろヒープーさんにもお褒めの言葉いただいて、うんうん、めっちゃ嬉しかったんですけど、最終的に、うん、なぜかヒープーさんと代表が、うん、その、 あのバーの、うん、まあオーナーさんからプラモデルをもらうっていう時間があって、そう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 、そうなんかヒープーさんと代表おめでとうございますみたいな、副賞もらってやったみたいなプラモデルめっちゃいいっすねみたいなそうだから来て行った時は優勝の喜びで言ったけど、はい、帰りはそのプラモデルの喜びでそれが頭がいっぱいになるって違うプログラムが発動してましたよ、うん、よかったっすよ。いやもうその夜にもいろいろね褒めていただきましたけど、はい、よかったっすね、うん、はい、まあ、優勝してたのを知らない方もいるかもしれないので、ね、はい、1月2日に O1 グランプリという大会があって、はい、で決勝に9組が進んで、はい、ですね、でそこで1回戦トップバッターですね、うん、A ブロックの1番目、はい、だからこの番組で一番最初にネタやったんですね。あ、そうですね、無事引いて、うん、はい、でそこでいい感じの笑いが来て、はい、うん、そうなんですよね、最初濃かったね、なんか寝て起きてすぐやるみたいな感じだから本当にもう表現そんな感じですよね、鈍いってことがそうだよな、それエンジンはかかってたけど、うん、で僕たちあのユニットじゃないですか、はい、まあ、普段は、まあ、ピン芸人の潤選手、うん、でコンビの新都助が合わせだってユニットで潤と助っていう、はい、うん、まあ、ユニットで、うん、まあ、このユニットっていう出方自体も、うん、な、周りの芸人からしたらちょっとふわふわしてるんだろうなみたいな、あ、見られ方すると思ったら、うん、多分初めてじゃない、うん、そうですね、うん、ユニットで決勝って言ったのって、うん、ああ、まあ、なんかずっと上手焦げたか、上手焦げたか、でももうずっと長くやってるユニットっていうか、そうですね、そういう感じだったんですけど、まあ、ピン同士が組んでコンビあるんですけど、うん、まあ、多分コンビとこのピンが組んでトリオになるっていうのは、うん、多分初のパターンで、はい、 そ, うん、そうですね、なんかあのゴーヤチャンプルーとか、うん、食べるときに、うん、まあ、ゴーヤーと豆腐にシーチキンが入ったみたいな、合うかそれ、うん、いやいや美味しいよ美味しい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 、でも毎回やっぱこの例えやるんですけど、全然しっかりこない何もソーキそばとかいろんなのでやってるんですよ、俺も喋った瞬間なんかあるなと思った、うん、今日初チャレンジでしたね、新築は。野菜チャンプルーをそばに乗せたがいいんじゃない、はい、あ、まあ、分かりやすいですね、別物でに別物みたいな、はいはい、あ、なるほど、それいいっすね、あ、いいっすねこれは。僕が一回やったのは、うん、まあ、今回ゴーエクエイショー先生が、はい、もうすごいやっぱ勢いがあると、うん、1年間ずっとテレビ出てると、うん、はいはい、票を集めるんじゃないかということで、もうゴーエクエイショーという巨大な敵を、うん、普段はゴレンジャーとかこうちまちま攻撃してるじゃないですか、うん、
それをこう最終的にこうそれぞれが一体となって大きい巨大ロボになって倒すみたいな、そのイメージでいきましょうね。でもただこれ裏でこれ喋った時に、うん、これテレビで勇者じゃないだろうってこれボツになったんですよ。確かにな。で、まあ、このユニットだったんで、うん、まあちょっとね、まあふわふわしてるって見られ方も、うん、まあ、するだろうし、うん、これ笑いとらんといけんなっていう、うん、笑いとって文句ないっていうのを見せんといけんなと思って、うん、気合い入れていったのが A の位置で、うん、もうマジかっていう、うん、トップバッターな、はい、トップバッターでちょっとやばいなと思いました。もう思ったし、うん、あの純選手がこのなんかドヤ顔で、うん、やべらけいいバイあの言って言って、はい、裏でこのボックスから、うん、あのボールを引くんですよ、うん、でボールに、まあ、ABC それぞれ、うん、まあ、ブロックは色で分けられてて、うん、で、うん、A だったら例えば青、 B だったら、まあ、赤みたいな感じで色が分けられてて、うん、その色のついたボールに123って、はい、なんか書いてるんですけど、純選手が俺裏で練習したら100発100中当てきれるようになってやったみたいな、うんうん、練習とかじゃないからなまあこの言った数字当てるよみたいな、うん、なって、で僕なんかが、はい、もうマジっすか純選手と、うんうん、123はテープだからテープの形で分かると、おあと柔らかさとかもあるんですよ。そう、色は赤青緑の色は柔らかさ硬さで分かるみたいな、すごいねこと言い始めて、純選手マジっすかと、うんまあ、器用ですからね、うんうんうん、だから俺なんかも純選手信じて、うん、でまた純選手が作戦もあると、うん、もうこのボックスからボールを引くときにちょっと時間がかかる、うん、俺が裏でやったときは10秒かかったから、うん、その10秒尺稼ぐために俺は歯を隠すボケをすると、うん、だからお前は歯隠さんで目隠せっていうツッコミをしてくれとこれで10秒尺を稼げたらすごいね、ちゃんと考えてるんだ。これもオンエアの録画した人見てほしいんですけど、ちゃんと言ってるんですよ。チュン選手が歯隠して俺がいや目隠せ歯隠さんで目隠せでちゃんと言ってるんですよ。10秒稼いで、でジュン選手が、あ、これだって引いたのが A の1なんすよ。なんでよ何も当たんねんやし。あの丸いボールって、うんうん、あのジョイントがあるの分かります？周りの、うん、半分と半分タッコしてみたいな、はい、こうジョイントが、うん、ジョイントがあって、僕はジョイントまで計算できなかったんですよ。でこのジョイントを触って、うん、でまた1番の、うん、形が、僕の手触りで分かると、うん、はい、であと1個棒があるから、うん、あこれは1じゃないなと思ってからもう堂々と取ったんですよ。ああ本来は何番引きたかったの？あそうそうそう、ほら多分 B の2が空いてたんですよ、はい、予選7位なんで引くのも結構あったんですから、その時空いてたのが B の2が一番良くて、ぐらいが良かった、うん、はい、はい、まあでも応援史上トップバッターでナンバーワンぐらい笑い取ったと思うんですよ。あこれありがたいですね。ありがたいです。でそこで1回戦は優勝して、はい、三つどもえで決勝ですよね、はい、あそうですね、はい、でそこでまたネタも変えてきて、はい、もう接戦で優勝が決まったと、そうですね、いうことで、これ危なかったよね、あの時間結構ギリギリだったよ。やあそっか、そうですね、ああの2回目の、うん、あのこのボックスからボール引くときも純選手がまた同じこと言ってたけど、うん、結局また1番引き寄ったんですよ、うん、また1番引き寄ったのトップバッターだったじゃん。そう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 、あーそっか、このコント師は1番は きついんだよね、うん、そうです。1本目のネタの格好が学生服、うん、で2本目がこの青年会のエイサーの格好だったんで、うん、見せたくないじゃないですかこのエイサーの格好、うんうんうん、絶対見せたくないね。だから学生服のコントやった僕たちですよっていうのもアピールしたいっていうので、はいはいはい、あの面白かったのは僕たちですよってことだよな。そうそうそう、共通語札もぶら下げて、うんうんうん、でこれからまたトップバッターになった時の焦りようというか待って待って待って、ちょ全部来てるよなって俺ヒゲ描いてるとかそういう焦り。僕その横に見守ってたんですよ、はいはい、その置き換え中、はいはい、相当慌ただしくて、はいはい、島沿いがない、うんうん、ないあっち行け2回行け3回行け、はい、なあ島さん裸足で行こうぐらいだから、うんうん、デージ伝発なんですね。もう本当にもう、まあ行こうみたいな感じで、もう CM 明けなんですよ。で、そしたら、通路に行ったらもう新十津川バーってってか板ついてるみたいな感じ。はいはいはい。うわね、あの、くんとちよ。あの、砂漠は、止めとったらばって。砂漠？うん。ゾウリよ、島ゾウリ。あ、ゾウリ。うん、あんさんによ、カルビスあんさんに、インジちゃん。あ、結果が裸足でしたね、最後。裸足で。いや、知り合いじゃないわ。初めて会った人だから。そう。で、はいはい、優勝賞金が100万とプラスアルファ。うん。うん。ですね。そうですね。ね。どうしたんですか、使い道は。
いや、まだ今のところ、はいはい、手元には来てないんですよ。おお、はい、まだですか？まだ来てないです。てか多分なんかいろいろあるんじゃないですか。経由して、うん、で、なんかいろいろね、うん、大人の事情があると思いますね、それは。なるほど。まだ来てない。まだ来てないです。代表から、パッと俺もらったんだけど、全部。もらったばや。結構、飲みに使いました。いや、こんな感じでもらうの。100万円って。まあ、全選手のおかげじゃないか。いや、そんな簡単にあげないでしょ。もう残り23万って。いやいや、それが最後やん。全部普天間で使う。一応10万ずつでもくれ。いや、デイジ研究やし。この大腕取るって言って、うん、その1月の2日にあるじゃないですか、うん、で12月のバイトはもうほぼ休んだんですよ。おお、そのネタ合わせで。そうか、うん、確かにな。そのしわ寄せが今来てて来るよな。もうやばいっすね。そうだな、もうやばい。昆布取らんとな。昆布で1週間するホントにチャンピオンじゃねえよ。赤チャンピオンだわ。定食屋で飯食ってる人とかめっちゃ羨ましくない？僕はその逆で、優勝したから、うん、もうチャンピオンになったから、うん、もうスケジュール空けようやさと思って、うん、何が入るか分からんと思って、はいはいはい、もうバイトをもう今まで週5バイトしてたんですけど、うん、もう週1に減らしてんですけど、結果週4オフになってる。僕ずっとチャンピオンチャンピオンいいね。ずっとピョンチャンオリンピック見てますよ。チャンピオンかピョンチャンみたいな。いや、それは考えた言われ系や。これはすごい、うまいことかけてるな。ずっとピョンチャンですよ。すごいね。夢ないみたいに言われて。まあでもね、今からでしょ。まあいろいろでもフックはありますんで。うん、入ってきたら、ね、これって3等分ですか？賞金はそうですね。まあそうですね。はい、もちろん。僕なんか投げ銭もやってるんですよ。あ、もともと居酒屋さん回って、はい、で、ネタをして、小銭を稼ぐみたいな。うん、おひねりくださいっつって。はい、まあ、その時からずっと3等分で、で、リアルな話では、まあ、順とすけライブっていうのをやってるんですけど、はいはいはい、これはもう、折半ということで。いや、そうだ、その情報はいる？確かにそうだけど。聞きたいはずよ、みんな。あ、そうっすかね。じゃあまあそうですね。100万として、はい。割れないですよね、うん、3で。あ、なるほどね。こんな場合どうするんですか？まあそうですね、端数はやっぱり、まあ事務所にお世話になってるんで、事務所に寄付。いや、まあそれもないとして、本当にないとして100ってきたらどうあるんですか？そう考えたら、うん、1本目の学生のコントは、はい、この机とか、うん、はいはい、それ僕の親父が校長なんでそれ借りたんですよ、うんうん、そうレンタル、ね、レンタル、はい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 、で2本目の青年会と、うん、あとちょっとヤンキーっぽいヘルメットは、ジェフ選手のお知り合いから借りたんですよ。うん、ああ、そうか、そうか。あれ、首里は何したっていう。いや、歴史に名を刻む小競り合いすんな。すごい小競り合いだな。歴史に名を刻む。いやいや、100をさ、3で割ったらさ、ずっと 33.3333。まあそうですね、これは。これ、あと1ね、誰が取るかっていう。じゃあ誰かを34にしようってなったら、はい、誰になるんですかね。じゃあ、いや、ちょっとだけ譲るよっていうのは誰に譲るんですか？逆に僕は一応、芸歴は一緒なんですけど、トゥセアのワークシージャルウェーブ行くと、はいはいはい、でどっちかって言ったら、しんとすけに渡しますね、本当に。あ、まあ、逆に取る方と思った。いや、急に好感度上がる。ないよ、生までうんぐとそうして。まあね、確かに、ね。何回コーヒー何回うぐとくと。いや、すごい小競り合い。じゃあ30万、33万ぐらい入ったら、はい、これ何買いたいみたいなのあるんですか？うん。ああ、なるほど。まあ、リアルに言ったら僕は、原付き。おぉ。リアル。リアルですね。はい。新品の原付き買えるじゃないですか。いや、上等買えるな。はい、もう今もうめっちゃ、速度メーターとかぶっ壊れて、でもランプがいろんなところ光るんですけど、これ何が光ってればっていう、オイルが切れてるのか、ガソリンがないのか、何の警告か分からない。見たら買えたのだろ、それ。いや、これが全部ぶっ壊れてるんですよ。あ、速度メーターのところが全部バリバリに割れてて、あ、これスピードが速く出すぎてるのか、ね、何が、なんで光ってればっていうのか全然分かんないですよ。分かんないよ。だからよ、ガソリンスタンド行っても誰も分かんないですよ。プロの方に、これなんで光ってるんですかね、つ。これは僕も分かんないですね。迷宮入りのやつがずっと光ってるんで。あ、新車は原付。そうですね。買えたら買いたいですね。おバイクね。はい。新は僕もリアルで言うと、今4万ちょっとの、家賃のところに一人暮らししてるんで、もう首が本当に回らなくて、2万ちょっとのところに引っ越しの費用に当てたいと思います。普通のチャンピオンだったら逆だけどな。そうそう。
普通家賃上げるよ。下がっていくっていうね。リアルな話だな。毎月の支出を後輩頑張れんよや。引っ越し費用稼いだぞみたいな。純は、僕はあの首里石峰のお肌の薬をちょっと全部、優しいな、30万分ね。いいよ俺、いいよ俺皮膚科行ってるから。耳鼻科もな。いや、いいよ俺皮膚科も耳鼻咽喉科も行ってるから3割負担で。そう、これってあれは、はい、来年とかもこの勢いで出るつもりなんですか。あ、次ね、うん、そうですね。まあこれはまあいろいろまあ話してるんですけど、うんうん、まあ、理想の形としては、うん、まあ O1 決勝に、うん、まあ新戸助と純選手それぞれで出て、うん、でどっちもまあ決勝のファーストラウンド勝ち上がって、うん、で決勝に行った瞬間に急に純戸助になってまた戦うっていう。いいわ、これできるんだ。急に合体して尺を2倍にするっていう。一組減らん。決勝行く人は。そうですね、だからそういう裏技も使いながらやりたいなと思いますね。今いろいろじゃ考えてるところって感じ。そうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこの後 CM なんですけれども、 CM の後に純と助の幻のネタを披露してもらいます。はい、はい、お願いします。お願いします。それでは CM です。夜は雲字で喋ってます。夜は雲字で喋ってます。小刻みインディアンサネです。小刻みインディアンの森です。こんばんは、ヒープですよ。さあ早速純と助の3人には位置についてもらいましたので、はい、お願いします。はい、お願いします。幻のネタを披露していただきましょう。いや、すごいハードル。お願いします。どうぞ。どうも純と助です。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。すいません、早速ですが、はい、純と助のショートコント YouTuber。 いやー、最近 YouTuber ハマってるんだよな。見てみよう。え、なにこれ、米兵相手に喧嘩売ってみた。こわ。よいしょ。はい、さい、純選手、やいびーん。今日はですね、アメリカに、パカレイ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 、すぐに飛ばしてみたいと思います。ええー。おう、いいところにアメリカがいるしさ。おい、アメリカ。What? と、ワットマジョーラ。ワット。ワットマジョーラ。ワット。おら。うわ、普通に殴られよった。こわー。わんね、YouTuber やしが。YouTuber。くだらな。はい、純とすけ。続きまして、純とすけのショートコント、ラジオ。いやー、最近ラジオ聞くのにもハマってるんだよな。聞いてみよう、ポチ。さあ、始まりました。スポーツ狩りフォーカル。スポーツ狩りフォーカル。え、なにこれ、スポーツ狩りにフォーカス当てんの。お相手いたしますのは、どうも、神奈国ひろしです。誰だば。神奈国ひろし。本日は、那覇高校野球部1年のスポーツ狩りを注目してみたいと思います。面白くなさそうだな。概要ポチ。はい、今日も始まりました。夜白。夜白？夜雲は聞いたことあるけど、何よ夜白って。夜は白馬で飲んでます。どこだば。はい、私、パーソナリティ大城千美でございます。これ純選手のおかんのラジオだな。海洋ポチ。さあ始まりました。純選手の方言講座。息子出てきた。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、息子裏番組やってるやし。それではですね、アシスタントの宮城さん。はい。まずは共通語の例文から、お伝えしてください。はい。なあ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 、ちょっといいかな。なに？君のつけてるその時計、上等だね。見してよ。嫌だよ。はい。どんな例文だか。はい、どうもありがとうございます。長いですね。長い、うん。長い長い。しかも面白くないです。いや、面白さはいいでしょ、別に。うんうん。この例文をですね、私が方言に直してお伝えしたいと思います。お願いします。の、だ、べ、よもじ。今日はラジオ消そう、ポチ。はい、純とすけ。おー、すごい。ブリッジがね。純とすけー。純とすけー。純とすけー。はい、純とすけ。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。いや、ありがとうございます。さすがですね。ある意味幻の。はい、そうね。いや、ある意味ってどういうことだ。あれ、ブリッジってあったっけ？あ、これ実は、うん、あのいつも普天間で定期ライブやってるんですけど、はいはい、その普天間でショートコントやるときは
必ずやってるんですよ。そうなんだ。うん、はい、どんなのでした？あの、はいきっかけで、うん、じゅ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 んとすけ。おお、斬新だな。斬新あるよ。昔からあるよや。ドリテンマンのお客さんはもう死に見慣れてるんで、ここでは何ともならないんですけど、那覇では逆にブリッジだけ笑うっていう、うん、皆さんが逆に、うん、逆転現象ですね。ブリッジが幻のネタだよな。いや、それは毎回やってるから。あの、僕と、うん、シンが、なんか個性的って結構言われるんですよ。うん、まあ、純選手も個性的、まあ、内な口とか使う、うん、まあ、キャラクターといって、うん、で、しんとすけも、首里石峰だったら、もうツッコミでなんか、わー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 やってる、うんうんうん、って感じで、で、シンがまたオリジナリティななんか、うん、なんていうのかな、よく言われるのが、うん、まあ、どういう個性的だったっけね、シンが。いや、名前ないよ。まあ、シンはシンみたいな感じなんですけど、シンのね、なんかあるよね。三名合わせて、ね、うんうん、とってもいいみたいなことは言われるけど、俺たちはそんな思う？自分なんかで一応ネタを、うん、今ショートコントとかは、うん、僕が結構そもそもちょっと作る、うん、よく作るんですよ、うん、作れるからね、うん、それにしんとすけの時にもよく作るんですけど、なんか純選手がいるってのはかなりなんていうんですか、方言じゃないですか、もうはっきり、うん、輪郭がはっきりしてるじゃないですか、うん、だからなんかさらに作りやすいというか、うん、プロデュースしやすいんだな感じはします、ね、幅が広がって、はい、大きいですね。コントはまあ、たまに僕が台本書くんですけど、うん、もう一人でいつもコントやってるんですけど、うん、やっぱり3名でやりたいのがたくさんバンバン出るんですよ、うん、逆に一人だったら表現できないものを3名でみたいな、いいよね、バランスがいいですよね。夜雲のあの夜泊のネタもね、今日のために作ってくれたんですか。あれはすいません、いや、すごい、一番反応もなかった場所。夜泊、夜は白馬で飲んでます。夜誰がわかる場って話です。でもカンナ君似てたね。あ、似てました。めっちゃ似てた。あ、でも本人の前でもやったんですよ。あ、本当？カンナ君に広島って言う。本人もなんかちょっと、あ、似てたね。似てる似てる似てる。本当に似てる。今日今さっきネタやってる時にちょっと俺笑ってしまったんですけど、うん、シンがこのネタ合わせの時に真似しなかったんですよ。うん、で今しか聞いてないから、おおと思って全然似てるやつ。確かに似てる似てる。ありがとうございます。モノマネ上手いよね、シンね、いろいろね。そうですね。声器用ですね。声器用なんだよね。すごい。うん。さあ、まあいつも純とすけでライブやってて、あ、そうですね、はい、ね、はい、今月もあるんですか？あ、あります、あります。あさっての2月16日の金曜日なんですけど、うんうん、夜の8時から普天間のバーモンタナという場所で、はい、はい、チャージ1000円でやっておりますので、うんうん、ぜひ来ていただきたいですね。おお、白馬ではないの？あ、そうですね。白馬は純選手のお母さんのスナックで、その白馬の二軒隣に、バーモンタナってのがあるんですよ。うん、そこでやってます。で、ライブはバーモンタナ。で、打ち上げもバーモンタナで、二次会はスナック白馬です。そうなんですよ。ああ、これも月一の定番のコースなんだ。そうですね。で、締めはヤギっていう。うん、ああ、いいなで、また、ちょうどたまたまなんですけども、うん、昨日、うん、僕、スナック白馬に、お母から鍵を借りてですね、まあ、盗んだみたいな感じなんですけど、鍵を、うん、そのまま入っていって、で結構O1 グランプリの優勝の写真だとか見た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 、もう本当に全部もう純選手と純とすけ意識にしてきたなみたいな。壁をね、はい、あれはドマンギルハズル終わったおかよ。いや、それ私盗んできたんだ。うん、ヌーイランクとよ。ニントータルバーってやうんじ。勝手にプチリフォームしたんだ。ビビりようや。あんなに囲まれたらちょっと居心地悪そうっすけどね。不調強すぎるからな。たまになんか食堂とかでもあるじゃないですか。このオーナーの趣味の陶芸をしに飾ってるみたいな。あ、まあ、それはまだまあいいけど、うん、そんなにアピールされたら困りますよね。いや、いい、なんか、具志堅用高記念館みたいになってるってことですか、うん、もう。ああ、そうです。純選手記念館。記念館。ああ、いいな。いいね。で、サーネーさんと一緒に写ってる写真とか、うん、モーリーさんと写真写ってるのが大きく、うん、額縁に入れてか飾ってます。ほ、う、ぉ、ん、見たこといけんな、じゃあ。すごいね。いいね、そんなのも見れると。そうですね。あと、結構前なんですけども、うん、去年の7月に、うん、ベンビーさんと出た時に、うん、ヒープーさんと、コツダミさんとこちらの夜雲の、うん、写真あるんですけど、うん、こっち今現像させてるんですよ。マジか。すごいな。良ければ白馬にっていう。ああ、もう全然。身近な有名人をムロ張り出してるんだ。ああ、すごいな、ここでも培ったネタがあれなんですよね。
花咲いてるんでしょ。そうですね。この2年間なんと平均動員客数16名を誇る潤とすけのもう本当に隠密ライブですよ。これが急に優勝するっていう。その16名の時に、うん、優勝したら100万円でオードブル皆さんに振る舞いますって言ってましたね。そしたら次の月60名ぐらい来てて、いやその時来てた16名以外食うなよと思って。いやトゲすごい。そうだよな。そう。いやいやそうだな。自ら扉を閉めるな。開いてけ終わった賞金まだもらってないから、ま、今んとこ赤字だよ。そうだ、戦いってある感じ。そうなんですよ。オードブル代ね。いやー、優勝してなんか得したこととかあります？なんか、いっぱい飲みに連れてってもらうとか。いや、これはいっぱいありますよ。もう、いろんな、ね、飲みにも誘っていただきますし、サネさん、振っていただいて変なんですけど。だからな、俺も今思った。サネさんから、靴買ってもらったんですよ。あ、見た。なんかもう、よかったね。ABC マートに呼んでいただいて、で、好きな靴買って。ね、3名ね。で、サネさんが、なんか、どうしてもなんか派手なやつを、なんかおすすめするんですよ。なんかこれ着るんじゃないみたいな。恋のやつとか。恋が100匹ぐらい乗ってる。シーンがチャンピオンだな。なんかシーンに似合うんじゃないみたいな。でシーンはこの恋100匹がつけれんなみたいな。どうにかシーンはシンプルに持っていこうとしてるけど、サネさんはこれ恋はダメだけど炎は生きるんじゃないかみたいな。なんか先輩がもらったから派手なのいけますみたいなの履きたいのかなと思ってたんですよ。派手なのがいいしよ。本当に。はい。と思ってたら、衣装映えするみたいなのもありつつ、まあそういうアドバイスもありつつ、まあみんな好きな靴を最終的には選ばれしてもらって、で、この帰りに、まあ、サネさんとジュンとスキ4名で歩いてたら、メインプレイスで、もう死にいっぱい写真撮ってくださいって言うんですよ。いや、チャンピオンだったらこんなかと思って、もう10名ぐらい並んで、これ本当に、うわ、並ぶの初めて見たと思って、で、もうめっちゃ気持ちよくなって、で、解散した後も僕靴持って、10分ぐらいうろうろしてたんですよ。死に気持ちいいから。誰も声かけてくれなくて。結果、サネさんとジュン選手すごいだけやしっていう。バラバラだったよね。バラバラになって。あれ、誰も来ないなみたいな。俺チャンピオンだけどっていう。ああ、なるほどね。まあまあね。もう今年はもうそうなりますよ。ね、そうですか。なりますよ、それは。ああ、そうなるように生田頑張ってきてですね。でも自分に来た仕事とかを、まあ、新都市圏に振ったりとかしてるんですよ。で、3名で行ったりとか。結構やってんだけど、新都市圏が何にもないです。まあまあまあ。何もない。いや、これは小競り合いになるぞ、また。そっか。純選手だけ、もともと3月、2月に呼ばれてたのに、新都市圏がタッグ張ってくる仕事とかはあるけど、そうなんですよ。逆がないんだ。ただそういうのもあったり、ツイッターとか見ても、この純都市圏優勝おめでとうじゃなくて、純選手優勝おめでとうとかやっぱ多いんですよ。あ、そんなのを見るたびにやっぱり焦り始めて、これからは新都市圏でも何か優勝しとかんといけんなっていう気がついたっていう。ああそうだな。はい、はい、まあ純都市圏ライブ以外にもオリジンのライブ出てますよね。はい、そうですね。チャンピオンから告知もしといてもらえますか。あ、いいですか。はい、毎月第4土曜日にオリジンライブやっておりまして、今月がですね、2月の、24日、はい、18時半解除、19時開演で、国際通りの天仏ホールでやっております。もちろん、小刻みインディアンさん出ます。ジュン選手、シントスケもそれぞれネタやりまして、ヒープーさんは音響室からネタを見ております。そういうことで、いつも見てますよ。ヒープホップを歩いて駆けつけて、音響室から見ておりますので、ヒープーさんファンもね、後ろを振り返って上のガラス窓を見たらヒープーさんが見てますから。これ、本当に気になるよ、みんな。これ、よっしゃ、行こうって並んで。会えないかもしれないから。あ、そうですね。前見た方がいいよ。鏡越しには見えますんでね。ガラス越しには。一応、ヒープーさんも見守ってるライブですね。そうですね。こっちのあるっていうことで。そうですね。こちら、前売り当日とも2500円でやっておりまして、オリジンコーポレーションまでお電話いただきたいと思います。098-866-6118、098-866-6118 までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、もう一回ですね、CM を挟んで、はい、ヒープークラブにも3人参加していただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。CM です。夜は、雲字で喋ってます。夜はくも字で喋ってます。小刻みインディアンサネです。小刻みインディアンの森です。こんばんは、ヒープーですよ。はい、
はい、順とすけ、しんとすけのしんです。はい、同じく順とすけのしんとすけの首里石峰です。アンサーに順とすちの順選手をやり順すちになるんだ。順すちは順とすけの順とすけでいいんじゃないかな。言いにくくなってるじゃん。さあ、ここからはヒープークラブです。はいはい、広辞苑に収録されている謎の言葉の意味をヒープーと小刻みに教えてというコーナーですね、うん、毎週ヒープークラブ的〇〇を決定しまして、1回選ばれたら1ポイント、5ポイント貯まったら夜はくも字で喋ってますのオリジナルステンレスボトルをプレゼントします。はい、はい、現在のポイントランキングリーチ4ポイント、ヒーフーミーさん、うん、そして3ポイント、ヒデキシージャー。はい、また2ポイント以下1ポイントの方が10名ほどいらっしゃいます。うん、はい、今週の謎言葉はですね、アーキペンコです。アーキペンコの意味を教えてください。あ、これが実際に広辞苑に載ってるっていう、はい、ちゃんと意味も載ってま す, す、うん、先々週我々がこういう意味じゃないかと予想したのは設計事務所の名前じゃないか、はい、あーアーキペンコ、ね、まあそう言われたらありそうな気もしますね。一級建築士ですね。ありますね。アーキテクツから来ましたね。言っちゃいましたね。あ、すいません、ね、いいですよ、いいですよ。何と思います、逆に。あ、アーキペンコ3人もアーキペンコ、うん、おなんか夏に、うん、なんかな、秋が来そうな時にちょっと会釈するみたいな。なんて、秋ペコ、あ、はいはい、秋ペコ、秋は8月の終わりとか、うん、あの辺の時期とか。あ、そうですね、僕はちょっと東北地方の、うん、ちょっと下半身の緩い女性の意味かな。東北地方の家の子は秋ペンコだから、ね、あ、いいね、気にするなっていう、いいね、いいね、っていう響きがなんか、ね、いいね、じゃあ、うん、男性陣の LINE とかで回ってそうだ、ね、秋ペンコ来たぜ、LINE 言ったら紹介してみたいな、飲ませ飲ませって。秋ペンコ、自分はあの学校の授業に、うん、あると思うんですよ、うん、なんか交換とかやるって感じで、このアーキーといつもペン交代するみたいな、アーキーペン交代するみたいな、おーおーおー、いいっすね、まあそんな感じかなと、いい感じだろうなぐらい思いますね。いや、すごい確信やし、自信どうなってれば。ありそう、この皆さんからのメールの中にも今ありそうな感じなので出てきました。う、ね、うん、はい、なるほど。さあ、届いておりますので、はい、紹介したいと思います。はい、こんばんは、小刻みひとしさん、はじめましての、うん、丘の上のビーチクリーンです。おお、どうも。アーキペンコとは、アーキペンコとは赤と黄色のペンから出たようなうんこの略です。ペンからうんこが出てるんですか、うん、古舘一郎さんが新人の時に実況中継の練習をトイレでやっていた時、自分の切れ字が切れた状況を実況したのが語源だそうですよ。おーっと、これはまさに赤と黄色のペンから出たようなうんこ、アーキペンコだと言ったとか。ちなみに沖縄では古くからアーキペンコが出るとチーリチャーを食べる風習がある赤だけやし。皆さん40過ぎたらヒープーさんの事務所で大腸検査しましょう。また事務所でやってないよ。すごい、それぞれ詰め込んでますよ。面白いな。赤黄色ペンうんこで、うん、アーキペンコ、そうそう、チーリチー食べんといけないんだ。あ、続いてこちら、トモブンです。はい、どうも。アーキペンコ、これは和田アキ子さんが深夜のラジオ番組にハガキを書くときのペンネームですね。かわいい。あ、面白い。残ってるな。いいな。すごいな。まだ自分の番組にリスナーからハガキがそれほど届かなかったときに、アーキペンコのペンネームで桜として自らハガキを書いていたと、先日放送されたラジオ番組いい加減に1000回で言っていました。1000回100回、うん、いや、桜だったらもっと遠いやつつけますけどね。うん、全然違うやつな。あー、でもいいっすね。これうまいな。うまいっていうか、これ、うん、これはもう確信なんですね、本当。うん、言い切ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてこちら、はい、二度目まして、こんばんは、夜雲ネーム一つ上の下です。どうも、ありがとうございます。アーキペンコとは、お、東北地方の方言で、うん、お、便意を催すという意味、お、アーキは私、うん、ペンコは便のこと、お、直訳すると私の便となる。お、使用例、アーキペンコだからトイレ行ってくる。
ちなみにおしっこがしたいときは、アーキニョーコ。ニョーはなんかそのままそのまま使ってるんだね。方言っぽくならない。東北はさっきちょっと出ましたからね。おすごいですね。ちょっとさっきの真の訳し方のイメージがあるんで、アーキペンコだからトイレ行ってくるかちょっと違う意味に聞こえて。なるほどね。ああ、ちょっとエロくなりますね。なんで行くばっていう。はい、続いて、ゼニー型警部からいただきました。おどうも。アーキペンコとは、大リーグで不祥事を起こした選手につけられる、レッテルのことです。元々の始まりは100年以上前に実在していた大リーグ球団、アルバカーンキファイターズ、通称アーキーで活躍していた伝説の二刀流選手、ペンコティンコ。もう二流だな。最多勝と本塁打王のタイトルを5年連続獲得するなど活躍していたティンコ選手ですが、実はティンコ選手はもう一つ二刀流の顔を持っていたのです。ここでディレクターのコメント、差別的表現が含まれているため、重略。その後、ティンコのように不祥事を起こした選手は、アーキペンコと呼ばれるようになりました。ああ、もう代名詞になったんだ。レッテルを。ティンコ側で呼ぶんですよ、ペンコで呼ばれるんですよ。ペンコティンコだった。さっきからクソの話とかや。やばいな。今日多いっすね。多いな、多いな。イコがついたらそうなるでしょうね。はい、では続いてこちら。玉城さん、ありがとうございます。はい、ヒープさん、小刻みインディアンさん、タウムさん、こんばんは。アーキペンコ、簡単です。アーキーの指にできたペンダコの略です。あれはあ、アーキーにしか使えないんですよ。なるほど。これも、ジュン選手が言ってたのと似てるやつですね。この人は多分、アキコーのこと言ってるけど、俺、アキノリのこと言ってる。いや、知らんよや。アーキーの分類を知らんよや。アキヒデでもいいの？アキヒデもいい。いや、いいんすよ。アーキーのディティールはいいんすよ。ヒーデペンコの可能性ありますからね。いや、いいよや。人によっては。ヒーデのとこ取って。いや、ヒーデが取ったやついいよや。いいよ、その広げ方は。はい。じゃあ、こちら。ありがとうございます。一回この方チャンピオンになってる方です。はい。台所でガサガサイン、読谷さん。あ、来ました。どうも、どうも。これ、いいですね、枕。うん。キョンキョンと不倫したあの俳優、一体誰だばと思った皆さん。こんばんは。いや、有名ですよ。見たことあるやつ。知ってますけど。さて、アーキペンコ。これは、読谷にある衛星放送のテレビ局。波平と書いて半蛇衛星放送紹介で放送している番組世界の読谷村民賞で村民食として特集された食べ物のこと村民食、うん、世界の読谷村民賞は読谷の名司会者のグロモントとグロモントやしミノモントみたいな、マッシャーミーの愛称で知られる宮古島出身の久松正美が司会を務める読谷村民の面白おかしい習慣を放送するバラエティ番組、しかしアーキペンコが村民のソウルフードとして紹介されると、読谷ではターがご飯にアーキペンコかけてカモンバーとか、うん、アーキペンコのバター焼きとか味ねえんどや、アーキペンコそのままコーラと食べるバーよ、アーキペンコやアングトゥルムンシッチーカミーネチーアガティデージスンなど非難が殺到。そのためグロ・モントとマッシャーミーは番組を降板する羽目に。世界の読谷村民賞の次の司会者は、読谷なまり方言で話す芸人、純金目が担当することに。純金目はアーキペンコに塩かけたのを食べながら昨日記者会見をしました。ってことです。ああ、いいですね。さすがですね。これはこの方の独特の書き方。情報が多いです、ね。いろんな想像力を働かして書くという。ステンレスボトルもらって、もらったから。ゼロポイントになって、またさらに1ポイントを取ってますからね。すごいですね。世界観がすごいですよね。はい。はい、続いて、匿名のひふみさん。お匿名ですね。匿名。アーキペンコ、ハヤシアペー語で、呆れさせてごめんねの軽めの言葉。重めのごめんねは、アキペンコーと凄む言い方。ちなみに、ペーさんがパーさんを夜の運動会で呆れさせたら、アーキペンチョって言わすヒルペディアより。ペンチョ。アーキペンチョ。一番謝れや。なんで一番軽いわ、そこが。最後の面白いな。さあ、続いてこちら、ガチャ
ピンとムックさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもこんばんは。サーネさんはアーキペンコと言われましたが、本当はアーキとペンコですね。アーキとペンコ、うん、沖縄美ら海水族館のアイドルペンコとその飼育員のアーキさん、うん、ショーでもペンコとアーキさんは息ぴったり。ペンコはアーキさんが大好きで、アーキさんのそばを離れない。愛は深く一途。アーキさんが他のペンギンを撫でるものなら、ペンコは嫉妬し、アーキさんに噛みついたり、ボディアタックして、アーキさんをプールに落としてみたり。でも、アーキさんは妻子持ちだから、ペンコの気持ちには応えられないらしい。以上です。いや、ほのぼのしてんな。なんか、童話みたいな感じですね。アーキとペンコ物語。確かに、うん、なんか外国の絵本でありそうですね。ありそうですね。お飼育員さんとの物語ね。はい、ありがとうございました。人によってこう切り方が違うな、やっぱりな。うん、じゃああと1つ、はい、赤い砂漠さんからいただきました。はい、ヒープークラブへ。アーキペンコとは古代エジプトの建築家アーキペンコ・ペロリンスキーのことです。ほう、アーキペンコはピラミッドの設計を担当したほどの建築家だったが、王妃とのただならぬ仲が時のファラオの知ることとなり、鉄球の足かせをつけられ、うん、南米の荒れた土地に一人放置されたそうな。そんなアーキペンコが鉄球を引きずって歩き回った跡が、あのナスカの地上絵です。安心な。なるほど、この王妃とちょめちょめしてるところが、うん、ペロリンスキーとかかってくるわけですね。そこでペロリンやってたんだなっていう。おいいっすね。いいっすねじゃないですよ。いやいや、別にスッと入ったね。別に今でいいよやじゃないんですよ。いや、このね、作詞のね。いや、ありがたいっすよ。はい、では続いてこちらいきます。チュラシマ豊崎さんいただきました。ありがとうございます。本日のテーマアーキペンコですが、それはカツラを試着した時に後頭部付近がずれてしまった時、小さいヘラで優しく撫でるようにカツラから空気を抜く作業がキペンコです。この作業がね、うん、アーキペンコのアーはキペンコを始める前の掛け声ですね。目立つよや。ペンコやってんのバレるよや。相当細かい作業に名前がついてるんですね。カツラから。ああ、キワンでいいけどな。イオーとかでもいいな。うん、確かに。多いよね、斬新な切り方だな、これな。ああ、できるか。一試合でいいですよね。ああ。こちら。いいですね。ありがとうございます。浦添ののりさん。どうも。あざす。はい。アーキペンコとは、アキタケジョウさんの本名ですね。闇や。こっちが、こっちが芸名っぽくも。本当の名前はアーキペンコタケジョウ。実はハーフだったんですよ。うん、父親は東北出身のタケジョウアキノリ。母親はルーマニア人で、名前をペンコップルリンダと言い、両親の名前アキノリとペンコップルから名付けられたと聞いてます。このことはくれぐれも内密でお願いします。ラジオの はい、浦添のりさん、ありがとうございます。途中から見失いましたね。なんか一回書き入れさせてもらっていいですか。アーキペンコアランティーションもやった。アキノリとペンコップルから名付けられたね、ペンコがミドルになるんですね。さあラストですね。はい、はい、アルパカ姉さんです。どうも。どうも。アーキペンコはアージア、きちんとした文字協会というのがあるんですね。アージア、 ASIA アージア、通称アーキが実施しているボールペン通信講座で、ペンコは協会のイメージキャラクター。1980年代の中高生向け漫画雑誌の裏表紙に掲載され、高い知名度を誇った。ボールペン字を添削する先生が毎回変わるアジア人の誰かだったため、全く上達しないという理由で受講者が減り、2ヶ月半で終了となった。はあ、ただし、イメージキャラクターのペンコはその美貌、プロポーションから当時の中高生に、当時の男子中高生に大人気となり、ああ、ペンコが描かれている裏表紙は現在でもネットオークションでかなりの高値がつけられている。ああ、という、うん、これ多分みんな知らんよね。わかんないですね。雑誌の裏表紙に、あの少年誌とかだったら、ほら、うん、いろんなね、男が買いそうなグッズとかいっぱい買ったりするでしょ。あの
少女漫画かなんかの裏表紙は、はい、日編だったかな。ね。へぇー。ペン字を習いましょうみたいな通信講座みたいなのがあって、そのキャラクターが確かペンコちゃんだったんですよね。ね、本当にいるんだ。本当にいるんですよ。だからこれ。へぇー。な世代ですよね、これ。世代で。ほぉー。すごいな。あ、前は違いますよ。前は違う。前は違う。組み合わせで、お前は正解が来たと思いましたけど。違います、違います。おぉ、ありがとうございます。懐かしいですね。はい。さあ、チャンピオンを決めましょう。揃えましたか。ジュントスケは何が面白かったですか、この中で。いろいろあってね。そうですね。まあでも力作だなと思ったのは、うん、小ボケの数とかも含めて、読谷村民さん。ああ、はいはい、この方は結構長編で来るんですよね。そうですね。まあ、ちょっと。ひふみさんだった？アーキペンチョですね。ペンさんがパーさんの夜の運動会呆れさせたら、アーキペンチョ。だからこれ、本来のところで受けてないけど、この文章全体で受ければいいから、うん、後半でね、持っていくパターンですよね。この、ね、カツラがちょっとずれて空気を抜く作業、キペンコの前の掛け声、アーキペンコと、他にもありそうだけどね、掛け声ね。ああじゃない方が多いけどな、掛け声って。これも好きだったんですけどね、和田アキ子さんのラジオネーム。あーこれはいいっすね。もっと違うのつけるよやっていう桜だったら。だからな、小刻みペンギアみたいなことですよね。そうそうそうですね。ちょっと匂わすっていう。うーあーどうしようかな。ありましたけども。どれがいいです。せっかくなんでね、そうですね、チャンピオンに選んでもらった、うん。はい。あ、本当ですか？いいですよ。3人がピンときたやつ。うん、じゃあ、どうします？まあ、俺は、うん、まあ、一人ずつだとしたら、はいはいはい、俺は、あー、キペンコ。でしょうね。おー、いいっすね。シンは？僕は、うん、一応、笑いはしなかったんですけど、ペンギンっていうのがずっと頭残ってます。ペンギンのペンコがずっと頭残ってます。あー、いや、だ、さらに呼んだ、呼んだ。いや、なんか、あったね、子供のシャナーハッサー。子供のやつね。いい話のやつだ、うん。キペンコです。ペンギンがキペンコだったらキペンコ派です。うん。カツラで、和田さんとキペンコだったら和田さんとキペンコ難しいなぁ。強いよな、一応な。もう同点なんですよ。好みなんですよ。でも、好きなのは一応、キペンコっすかね、僕は。はい、ということで、はい、今回、1ポイントゲットしたのは、チュラシマ豊崎さんの、あー、キペンコです。おめでとうございます。切り方が斬新。区切り方が斬新。全然カロリーかかってないなって感じも好きなんですよ。いいっすね。まあ、短くまとめて、はい、もう独特の作業に名前ついてますからね。はい、ありがとうございます。1ポイント目じゃないですか？初ですね。クオリティすごかったけどね、うん。はい、おめでとうございます。さあ、来週の謎言葉が決まりました。来週の謎言葉が、おしげり。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 聞いたことないなぁ。おしげり。おしげも。ポケモンの格闘技系のキャラが出しそうな技っすね。出しそうです。足蹴りみたいなアタック。足蹴り。お尻ね。お尻の毛がもうめっちゃ生えてる人いるじゃないですか。はいはいはい。で、大腸検査の先生とか、はい、看護師さんの間で、押し蹴りと。あれ、リュウは。リュウは林のリンクが来てる。そうそう、もう、茂みみたいな。いや、もっと隠した方がいいですよ。お手洗いは4番ぐらい。リンゴだったらもっと隠さないと。バレるな、バレるな。おしげり。僕はですね、普段しげしげって呼ばれてる人の名前がおしげりだったっていう。名前好きだな。アーキーとかしげとか。好きだな。という感じで皆さん、おしげりで待っていますので、たくさんのメールお待ちしています。はい、宛先が yoru@rbc.co.jp までお送りください。以上、ヒープークラブでした。CM。夜はくも字で喋ってます。夜はくも字で喋ってます。夜はくも字で喋ってます。小刻みインディアンサネです。小刻みインディアンの森です。こんばんは、ヒープですよ。
はい、そして新十助新です。はい、新十助首里石峰です。はい、新十助純選手です。新十助じゃないでしょ。ね、新十助と純選手で純十助ですから。はい、逃げさびら。ちゃんとパッケージができてるな、ね。ちょっと変化していくんですね。CM 明けが3回やればもう3回目はこんな感じ。そうなんですね。もうバリバリに作ってませんから別に。打ち合わせ通りです。いいえ、特にそのキワキワでやってないですから。さあ、音声投稿メッセージが届いております。お今日は1本紹介したいと思います。うん、ご無沙汰してます、はい、若菜です。若菜さん、はい、昨日の晩ご飯を歌にしました。それでは聞いてみましょう、うん、どうぞ。タケノコだけ食べた娘、豚肉だけ食べた息子、ピーマンの子をたチンジャオロース、私が食べた、おしまい。素晴らしい。これはもうこの番組ならではですね。過去最高の作品ですね。すごい、これなんか宇多田ヒカルさんとかが歌ったら名曲になるんじゃないですか。あの熊の歌みたいな感じ。あ、そうですね。あ、いいな。すげえ。五六杯ぐらい塗っとるラジオ。こんなタッチだっけ。いやー、新しいよね。新しいですね。いや、一個作ったおかず、俺この食材、俺この食材。そうですね。もう大皿で食わんけって。なんでかな、すごいな。文句みたいのも入ってるのかな。タケノコだけ食べた。ちゃんと食えみたいな、ね。ちゃんと食えみたいな。覚えとくからなっていう。娘渋いっすね。渋いのかな。豚肉だけはまだわかりますけど。肉いかないんだ。なんか小学生の作文みたいな。なんでもお前ヘッドホンをつけたヒップとか。全然いいですよ。全然いいですよ。いける。あ、なんか癖になりそうですね。温泉高校はこんな感じでいいんですよ。ゆるい感じで。あ、いいな。びっくりしたでしょ。びっくりしましたね。これは第2弾聞きたいですね。方程式簡単ですから。そうそうそう。8時に帰宅した旦那。全然いいです。この元気な声だったら全然聞けるな。ですね。あ、いいな。いいパッケージ。いやー、若菜さん、またこれからもお願いします。だんだん愚痴が長くなってたもんね。愚痴が長くなってた。今回5番まであるんで。はい、ありがとうございました。音声投稿メッセージも待っています。はい、宛先が夜アットマーク rbc.co.jp までお送りください。はい、さあ今日は潤と助の3人にゲストで来ていただきまして、ね、ありがとうございます。さすが月1回のライブも頑張ってますからね。あ、そうですね。はい、はい、お知らせよろしくお願いします。あ、いいですね。ありがとうございます。はい、今月はあさっての16日金曜日ですね、はい、普天間にありますバーモンタナという場所で、うん、夜の8時からチャージ1000円でやっております。ぜひ来ていただきたいです、うん、こちらですね、バーモンタナに電話して予約していただくとスムーズでございます。電話番号 098-892-0876892-0876までぜひお電話よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、もう一つ、あの、うん、電話番号伝えていいですか。はい、098-893-9333、はいはいはい、こちらが僕のお母のスナック白馬でございますので、あのモンタナのライブには全然関係ないんですけども、関係ないかい。今日連絡をしてもらえた方、うん、ですね、あのブラウンから、VIP になるということで。お、マジか。本当ですか。はい、全然いいです。これ14日限定。いやいやいや、もう、そう、14日限定。バレンタインデーレッサイ。ああ、そっか、そっか。ああ、なるほどね。あそこと水分ゴアトラスゲアンチを持っとる場合。嬉しいね。うん、ああ、なるほど。こうなってきたら僕も実家の番号を。いいよ、いいよ、いいよ、する。屋上怒るよ、やる。じゃあ、もう、何が何になれば。何の対抗しましょう。二人なんか。いや、音に殺されるよ。殺されるよ、マジで。ちゃんとやってる音が。それだけは避けたいっす。うん、ということで、あさってぜひ来ていただきたいです。はい。オリジンライブの告知もいいですか。はい、オリジンコーポレーションの、ライブがですね、2月の24日、土曜日にやっております、毎月第4土曜日ですね。今月が24日ということで、場所が国際通りの天武スホール、18時半会場、19時開演で、もちろん小刻みインディアンさん、新十助純選手それぞれのネタがあります。そしてヒープーさんはなんと、うん、いいよ音響室から見とりますので、ね、はい、こちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。チケットが1500円になっております、うん、こちらがオリジンコーポレーションに電話していただきたいです。電話番号 098-866-6118
866-6118 までよろしくお願いいたします、うん、はい、オリジン的にもね、チャンピオンフィーバーがずっと続くといいですね。そうですね、望んでますね、活躍し続けてくださいよ、うん、いやもう頑張ります本当に、うん、これはもうどうにかね、うん、チャンピオンになって終わりじゃなくて、うん、これチャンピオンになってまた盛り上がってるなみたいな感じで、そうですね、先月のポスターから新十津今までちっちゃく映ってたんですけど、入社瞬間大きくなってて、おその代わりに、うん、選手がちょっとちっちゃい。そうなんですよ。バランス取ってる。なんか一緒くらいの大きさになって。うん。そうなんだ。そうなんですよ。選手でバランス取るんだ。別に小刻みにゃん便秘をちっちゃくするんじゃなくて、この中でバランス取ってるんだ。そうなんですよ。だから俺なんか純選手のギャラだけじゃなくて、うん、ポスターのメッセージを奪ってるんですよ。どんどん奪っていって、こうやって新十津は成長するっていうね。もういずれ多分2人とも前歯が長くなってると思う。新十津君、いやダーウィンもびっくりだもん。ダーウィンもびっくりのシーンでした。2回行ったの。はい、ちょっとハマったんで、はい、2回行ってきました。はい、今日はもう来てもらってありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりました。ということで、夜はくも字で喋ってます。お相手は小刻みインディアンサネと、小刻みインディアンの森と、ヒープーと、新十津シュンと、新十津シュリ石峰と、純選手ヤイビータン。さようなら、おやすみなさい。